信頼切り。おはようございます。信頼切りのお時間でございます。前回に続きですね、今日はホールでピンクパンサーを実践していこうじゃないかということで、まあ、前回の動画見たよっていう方も見てないよっていう方もぜひ一応目を通していただけると簡単なピンクパンサーの流れとか分かると思いますし、まあ、実際今日も打っていくんで、まあ、ある程度分かりやすい台ではありますから、理解していただけるかなと思いますが、そのピンクパンサーはですね、勝つと目押しするってことがすごい大事な台でございますので、もちろんこの大先生に来ていただいております。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。中竹さんに来ていただいております。あ、自分で言った方がいい。いやもうすいません、噛んじゃうんで。大先生に来ていただいておりますが、一個不安なことあります。なんかどうやらこの機種打つのにふさわしくないコンディションですよね。申し訳ありません、自己管理を怠っておりました。目どうしたんすかそれ。閲覧注意ですよ。いや本当閲覧注意ですよ。はい、ちょっと痛々しいですし、なんか違和感みたいなのあるんですか。違和感若干ありますね。原因とかは分かんないけれども、はい、ですよね。なんか刺さってんのかなみたいな、こう目つぶって目玉を動かすとなんかゴロゴロしてる感が、はい、なんか入ってんじゃねえ、ゴミ入ってんじゃねえみたいなのがずっとある。なるほど。今日はジローちゃんに頑張ってもらおうかな。そうっすね。前回の動画の時が、まあ、100回ビタ押しチャレンジして、はい、2人で鳴らして80%ぐらいだったんで、今日はもうね85とか90ぐらい目指そうみたいな話してたの覚えてます。はい、多分今まで自分は別に目押しキャラじゃねえしみたいな感じで、はい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 、多少ミスってもいいやぐらいの気持ちでやってたと思うんですよ。そこを今日は精神的にギュッと、あら、精神的にこうステップ上がっていこうよ。あら、眠れる獅子を皆さんは呼び起こすことになるという、そんな実践。買ったら買った分だけですね、うん、この番組視聴者プレゼントをさせていただきますので、まあ、ピンクパンサーは、目押し 50% でも設定1でもペイアウト 100% を超える 100% ぐらいのラインですっていうような台でございますから、50% よりもまあさすがに 80% 90% はできると思いますので、はい、今日はたくさん買って皆様にたくさん景品をプレゼントしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。それではご準備できたでしょうか。 OK です。では実践参りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、これどうやんだっけ。あれ何がですか。遊ぶやつ、あ、練習するやつ、3つ同時押しです。カスタマイズモード、ドン、早い。あれあれ、あ、プラクティスにやらんとダメです。あー、そっか。もう今日はそればっかりやって1日やり過ごす。じゃあ僕も1回だけプラクティスやります。マックスベッドを押していただいて、左リール、中リール、右リール同時押しをすると色々選べますよと。あ、ダメだ。プラクティスも入りますし、あとはフリーズ確率であったりバウンドストップの確率なんかも選べますよということで、これが搭載されてますんで、ボーナス中だろうが ART 中だろうがノーマル、通常時だろうがいつだってこれできますんで、これで1回プラクティスやります。疑似遊戯で5ゲームできます。確かにこれホールね、こう癖があるというか、あ、全然ダメっすわ。これ1回しかできなかった。やばいな。なんで朝一こう椅子の微調整とかに使ってもらえたらなと思います。やら。ちょっとボロボロだな今日。さあ、では簡単な打ち方から今一度説明させていただこうと思います。はい。通常時左リール、バーでもいいし赤7でもいいし、これでもいい、白と青のこれでも確かチェリーが取れるかなと思いますので、どこかしらを狙っていただいてチェリーだけはフォローしてくださいよと。だいたいフォローできます。おわ、パーフェクトできた。で、右リール振り打ちをしていただいて、スイカがテンパイした時だけ中リールにスイカを狙っていただくと、それだけです。リーチ目も分かりやすいですよね。これはダメ、ね、これはダメなんでね。これダメです確かね。はい、
比較的分かりやすいやつが多いですから、あと演出が伴うことも多いですし、はい、分かんないよっていう僕みたいな方はこのマックスベット押して、まあ、これでもうフリーズ確率上げちゃったらすげえ分かりやすいです。 1.1 分の1までできますから、多分効率もいいっすよね。そうっすね、うん、なんで皆様ぜひともこのあたりご活用いただけると、今まであんまりこういう機会打ったことなくてみたいな僕みたいな方はすごい分かりやすい機種になってますから、はい、でまあ、ビタ押しがもちろん、この機会大事になってきますが、朝もちらっとだけ言いましたけど、ボーナス中とか、まあ、RT 中とか、まあ、全てのビタ押し約 50% できれば、設定1でもペイアウト 100% を超えると。優しすぎる。優しいですね。ああ、なんで、まあまあ、いろんなホール行かれて例えば高設定狙いする中で、まあ、1だったとしても 100% 超えるからねっていうような状況で打っていけることが、多くなるということで、立ち回りの、まあ、軸にとは言いませんが、お、結構転売した、ありがとうございます。追加重複とかあるんですかね。追加重複もね、薄くですが確かあったはずです、うん、で、あとはこの台、まあ、ボーナスプラス RT プラス ART で、その ART とか RT 中にいかにボーナス引けるかっていうのが、まあ、出玉増やす過程でとても大事になってくる機会でございまして、で、ボーナス確率もちろん設定差あります。設定1で 159.8 分の1から145分の1合算でいうと、まあ、ぼちぼち差あります、まあ、これ内訳としてビッグがあんま設定差ないんですよね。ほう、278.9 から274.2 しかないので、全然ないです、はい、全然ない。で、じゃあどこに差があるのってなると、レギュラー確率に差がありますよと。374.5 分の1から 307.7 分の1、うん、まあでもここもね、そんなじゃあ それだけで設定接続できるかって言われるとそうじゃないですけど、まあ、フラット行ったホールで、あー、ピンクパスよく回ってんな、ちょっとレギュラー確率見てみようみたいな感じで行かしてもらえるといいかなと思います。あとは演出関連のことを言いますと、これ左右にこのテトラリール、はい、まあ、液晶リールですけれども、こちらがついてますので、これで、まあ、ボーナスであったりだとか子役の示唆を行ってくれてますよと、うん、なんで、まあ、左の方が熱いですよね。これピンクパンサーが出てきてとか、プレミアムとかもここに出てくることもありますし、はいはい、でまあ、対応役が決まってたりもするんで、はい、まあ、そういった法則なんかも覚えていけば楽しくなってくるかなと、ちなみにこのおじさんは子役対応です。子役が外れればだからボーナスです、うん、このおじさん名前なんだろうね。クルーゾーさんです。クルーゾーさん、はい、クルーゾー、なんか全長演出とかにいいじゃんね。ボーナスがクルーゾーみたいな。なるほど、クルーゾー。まあ、この台は通常時は、ボーナス当選を目指していただく台でございますから、はい、今の確かにちょっと怪しかったもので、ね、あ、当たってますね。当たってる、はい、ゲチェバー、ゲチェバー、92ゲーム、ババ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 バ、はい、V が出ました。投資2本です。いいなー。で、ボーナス、あ、ボーナスだって、ボーナスの最速手順なんかはこう中リール下段に、中下段に赤狙っていただくのが一番いいみたいですが、ここまでこの画面までいったら確か出ますよ。なんかちょっとだけビッグ嫌がってる自分がいます本来嬉しいはずの複雑ですね。お、はい、追加から発展しましたよ。あら、お、どっちかな。あー、残念残念、ほんまに残念なんですけどねさあ、レギュラーボーナスでございます。はい、バケチュはなんかやることないですか。バケチュも確か狙えたはずです。あ、練習、はい。ちなみにあのビッグ中、レギュラー中ともにボーナス中の打ち方っていうのはないです。ほら来た、やった。なんで、まあ練習に、あ、こういう感じやっていくのかと、やっていただけたらなと。で、レギュラー突入時にパンサーチャンス RT の方のゲーム数がまずは10ゲームもらえます、うん、そして毎ゲーム1ゲーム以上絶対にもらえます。これ1枚掛けできないんだっけ。できないです。3枚掛け専用でございます。あ、これビッグだろ。さっき僕もそれでした。あれ、マジで。あお。まあでも朝一一発目なんかレギュラーって、あ、そうっすね。まあ設定差もありますし、まあ、ちょっとこう鳴らして練習というか、はい、できますから。で、何もな、はい、回し調整とかないんですね。ないです。はい。
のプラクティス中とちょっと違うんですよね。あのプラクティス中はウェイトタイムもかからなければ、はい、レバー叩いたらすぐ回っちゃうんで。なるほどなるほど。ちょっと感覚違うんですよ。リズムが変わるんですよね、うん、これウェイトかかってなくても、はい、本当のゲームだとちょっとこう、ああそういうことなんだ。ちょっとカクッと、レバーオンしてからちょっと間を開けてスタートするんで。だからプラクティスでこう位置とか調整するのはこうやってね、うん、もちろんですけど、リズム的な、あお、おお結構もらえるね。ちなみにあ今成功したんで、合計30元もらいましたけども、もし失敗した場合は右側がなくなります。右のがでかい。そうなんですよ、これは意外に。でなおかつ、このここに出たゲーム数よりも絶対に大きいので、例えばここで10ゲームとか出てしまうと、うわ右結構大きかったんじゃないかなっていうのがあったりします。よかったミスなくて。RT 中は、まあ、最低10ゲーム、まあ、レギュラー行ったらもらえます。47ゲームはい。で枚数に関しては現状維持ぐらいです。あれこれ白いのなんだっけ、バーを狙っていただくと。バー20%。あれ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 、20% だって前のゲーム。お祭りじゃないですか。なんだこれ。ありがとうございます。ゲーム数がゼロになったら蓄わって失敗で失敗しましたね。リプレイがそれもセーフなんです。ああそこじゃないです。中田さん。ああここじゃないです。さっきもさあのさ、はい、あのメニュー。はい。タッチパネルかと思ってた。なるほどなるほど。やっちゃったんだよ。なんで現代1個なんすか。また化けかい。あ ART 中の化けは何かおまけあるんですか。 RT 中ですか。 RT はい、パンサーチャンスって RT 中やったんで。ああで RT のゲーム数があるんです。超達した。RT 中にボーナスを聞いたので、パンサータイム ART に突入。タイムが ART ね、はいはい、でこっちは枚数が増えていきますから。じゃあもうトントン拍子に今階段結構登って、そうですね、すごい分かりやすい。あれがやったー。こっちは初期ゲーム数が50ゲームのプラスアルファ、レギュラー1ゲーム消化で絶対1ゲーム増えていく。まあ余裕だな、目ん玉赤くたって大丈夫だ。あらいやでもなんかゴロゴロするんだよな、まあ、その違和感ちょっとあれですよね。いつ急にあの痛ぇとかなるかもしれないんで。そうですよね、頑張っといて。どうなるか分かんないですよ、ね、そうジロちゃん頑張る、ジロちゃん頑張るって。もちろんです、頑張る。はい、結構ゲーム差ありますね。おぉ92ゲームもある。したらまた何か引けるでしょう。ちなみにパンサータイムは順調約 0.3 枚です、はい、はいはい。で覚えてますかね、あの平均滞在ゲーム数が200ゲームを超えると。あららら、今90ゲームしか持ってないですけど、たくさん上乗せ景気がありますから。これじゃあもう通常ゲームの方が短くなる勢いじゃないですかこれ。そうですね。きっかけつかんじまえば7を狙え。どこに、あこれあれか、火薬ね、火薬ね、はい、ちなみに RT 中にベタ押し、うん、倒しチャンスが出現すれば ART 格上げだ、はい、まあ、失敗してもゲーム数は来ない。おうおう、でもちろん ART 中に出現すればゲーム数は上がる。ほうほう、であとはやっぱりボーナスを引くっていうのが一番大事ですから、パンサータイム中にももう一度ボーナスを引いていただいて。同じボーナス出現率でもタイミングによってね、最終的な出玉が結構変わってきますよね、倒しがどうこうとかそんな話してましたけど、はい、結局1日単位くらいの収支で考えると、うん、いかにビッグ引けるかですもんね、まあ、あんまり設定差がない。そうですね。あ終わっちゃうよ。ART 終了後は RT。 おう
結構増えたんじゃない。バケ1回で40枚だって、はい、で80枚でしょ2回で倍ぐらいになったから100ゲームぐらいで80ゲーム 0.8 枚ぐらい。ほらもう我慢汁出てますよ。早く告知したいよ。カーテンが大きく揺れてます。大きく揺れてます。 30% バートン。あれどうなんですかこれは。あ、音消えてます。音消えてる。でもゼロなんだよ。あ、なるほど。ゼロだから消えたのか。さっきこれ でもこれリーチ目、はい、こっちはダメだけどこっちはいいんだだと思います。よしドーン。あーし、これは RT 中に引いた扱いだよね当然ね。ドーン。だからすごいいいタイミングで引けてますよ、また化け。あれ俺様のスピードついてこれない。おっす、また50ゲームくれちゃって。一番美味しいタイミングと言っても過言ではないところで来ましたね。そう、こういうギリのねタイミングが大事よね。大事ですね。タイム終わって、よし、もうまたもっとビタ押しやらせてくれよ。終わり。はい、なんとかつながってます。一番理想的じゃないですか。はい、ありがとうございます。しかもバケバケバケだ。はい、もう6ぶっちぎってます。だって今言ってたばっかじゃないですか、ビッグ引かないとどうこうみたいな、はい、じゃなくてレギュラーでつながってますから、バケだけでも勝てるだよ。はい、かもしれない。終わってしまったよ。さあこの残り10ゲームでカモン。バーを狙いとかなかったの。赤か青だ。おい、追加調布かな。1ゲーム前からなんか、でもあんま見てなかった。すごいよかったな、狙えばよかった。やめてー、もう化けの日だな今日は。これか、これで終わっちゃうのね。終わっちゃいました。あれさあパンサーチャンス狙ってきてないの。来てないです。あら、あ偉そう。赤い、いい音鳴ってましたね。ああ、どっ、あーこれは木田太郎。ああ、ういちょっと遅かったな。でまあ通常伸ばさなくて済むって考えると、うん、くれ怖い。化け、お化け屋敷かここは。124ゲームダメか、耐えれんかった。でもなんかあるあるですけど、はい、ART 入らんくてすぐまたボーナス引いた、うわもったいなみたいなパターンってあるじゃないですか、はいはいはい、こういう機会、まあ、それがないだけでもというか。そうですね、上乗せされてきますからね。はい、まあ、女心とパチンコパチロのチャンスはね、まあ、真に受けない方がいい。そうですよね、はい、あと山の天気、そうあれかな、女性の考えとくってやつかな。考えとく、ああなんかコクってさはいはいはい、はい、コクって考えとく、もうほぼアウトじゃないですか。行けたら行くわっすよね。あ、行けたら行くわだね、特に大阪の、はい、関西人はよく使いますもんねま、あっさり止まったな。まさか、まさかの、もう6ぶっちぎってますよこれ残念でした。あら急に無演出、これがいいんですよこういうのがね。怖いぞ。あ、スイカかいこのタイミングでやっとビッグかと、ね、思いきや
白7まで滑ってきましたんで、白7っしょ。この時点で白7もしくは青7です。おう、青かじゃん。リプレイ、リプレイでしょ。おあー、プルプルしましたね。よし、やっと初ビッグ。総投手9本。じゃあ頼むよ、ジローちゃん。来た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 。今日は 俺はもう、あれだからね、できないからね。やめてくださいよ、そんなこと言うの。あんだけやっといて。ビッグ突入しましたら、まずは10ゲームもらえます。パンサーチャンスもらえます。プラス、ビタ押しのチャンスが来るだけでゲーム室の上乗せ確定です。この時点で上乗せは確定で、左側と右側がありまして、成功で右側もらえますと。よし、お願いします。意識を高めてって。なんかむずいな。意識を高めるんだ。あら、一コマ早かった。教えてくれる。教えてくれます。12分の3なんで結構早かった。左側の2ゲームはもらえて、右側はもらえませんと。リードも大きいんで見やすいはずなんですけどね。見えすぎちゃって困る。お、パーフェクト、ど真ん中で。はい、12分の6。何してんの。はい、あぶねー。12分の11だったんで。そうだな、ジローちゃんな。はい、この回ってる時に捉えるじゃん、1回、はい、ちゃんとここで毎回ブレずに捉えられれば、多分ここで捉えてるのがちょっと、あ、こうふわふわしてる。そうそうそう。で、3つとも見てんすか。そう、いつも安定したポイントで捉えてから次の石で押す。今の来たかもしれないです。来た。またここさ。ああ、またここ何してんの。あ、早いのか。ちょっと待って、目押し迷子発動か。こんな時はですよ、皆さん、プラクティスモードがありますから。ビッグ中でもできんの。はい、おう、遅い遅い。ここぐらい、ここぐらい。おう、早いんか。おう、遅いんか。むずっ。おう、あ、ここ。あと前回も言ったけど、スロッティングポジションを一定に。はい、一定に。一定に。すごい音。偉そう。ちなみに僕みたいに怖いよっていう人は、第3停止止めた後にプッシュボタンを5回押すとトゥルルルンってなりますので、これでひっそりとできます。あ、音を消すやつね。はい、さあ、ピタオチャンスってきたときに、あ、音が鳴らないんで、まあ、周りの目も気になりにくいみたいな。すごい。あ、ただ早いっすね。はまんないっすね。でもう一回同じ工程をやると、このランプが光りますので、これで解除されましたよ。あ、ブルってるブルってる。初ビッグです。引き出しましたね。ドーン、76ゲーム。さあ、ラスト。ここ。はい、エクセレント。これパンサーチャンスのゲーム数プラス50ゲームです。はい、じゃあ行きますね。パスケ。あ、バンバンバンって押しちゃうと消えちゃうのか。本当あれですもんね。その一回のビタ押しに対する集中なんてしないですもんね。しないね。あ、グッドだ。ブレイク。結構ビカ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 がなんか。すごい早い。待ちましょう。あんまりいないんです。そう。すごい。これぐらいだったら目ん玉動かさなくても大丈夫ですよ。おお、じゃあボーナスつながらずか。終わっちまったか。48ゲーム。バケの方が お得だな。いやいや、そんなことない。一緒です。あの
化けの場合は最初10ゲームもらって、うん、その後なんか引ければな、化けでもな。そうっすね、チャンス中にいかに引けるか、うん、そうっすね、ゲームじゃないですか、うん、でも引いた時点で50ゲームもらえますから、やる気のゲーム数は。やっぱちょっと連チャン気味でもチャンス終わった直後とかなんかもったいないなって思う。絶対ダメですよ、ね。アウト、終わっちまった。すんなりと。この人はなんだ。ハズレのおじさんです。名前知らない。名前はあるとは思うんですが、リトルマン。リトルマン。あの青の子がいるんですけど、うん、アントとアードバーグっていう太陽薬がスイカなんですけど、期待度高いです。アントハンバーグ、アント&アードバーグ、まあ、チェリーから当たる台は2台っていうのは、まあ、16の場合は 1% から 2% ぐらい差あるんで、比較的見抜きやすいかもしれないです。だから出現率でいうと3200分の1と1700分の1。中田さんでも1回ありましたよね。あったっけ。なかったでしたっけ。なかったっけ。中竹ちょっとあれさ、すいません、親父ギャグ連発してんじゃないですか。二郎ちゃんもいつか親父になるんだよ。いつか行く道よ。アートバーグ、ハンバーグみたいなこと言うて、いや本当に分かんなかった。ああそうだ、気間違いの方か。二郎ちゃんは子供の頃、はい、動くもんとか見てた。え、どういうことですか。例えばさ、はい、駄菓子屋ゲームとかあるじゃん、はい、もう次郎ちゃんの頃にあんまなかったのかね。なかったっす ね。そのちょっと上の世代の人には聞くじゃないですか、うん、きなこ棒のあたりがあってどうのこうのみたいな、はい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 、判別できちゃったりとかね。ああいうのとかもなかったです。ああ、そっか。俺らが子供の頃ってもういろんなところで射幸心煽られてたんですよ。はい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 。駄菓子屋にはなんか10円玉弾いてやるゲームとかさ、はい、ルーレットゲームとかさ、いろいろあって、駄菓子屋とかスーパーのデパートとか屋上、はい、の遊園地みたいなところにそういう射幸心煽るゲームがいっぱいあったのよ。へえ。そう、すぐヒーローになれるんだよ、そういうのがうまいと、子供の頃って。はい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 。射幸心プラスそういうなんかヒーローになれる感で刺激されて、そんなんばっかやってたから多分できるようになっちゃったんじゃないかな。ああ、見倒しがね。へえ。で、あとね、子供の頃、はい、車酔いしやすい子供だったんですよ。はいはいはい。で、なんか家族でどっか車で行く時とかに、はい、すぐ酔っちゃうから、はい、母ちゃんがなんかいろいろ考えたんだろうね、はい、対向車のナンバー見て、はい、まあ、好きな下2桁の数字、はい、例えば77だとか、はい、出発する時に決めて、はい、で対向車にそれと同じナンバーの車が来たら100円あげるっていうゲームをね、提案されてね。あ、いいっすね。で、酔いそうですけど。いや、逆にもう外見て集中してから酔わなくなった、はい、ピタッと。それであの動体視力が鍛えられたんじゃないか説。母は知らず知らずのうちに英才教育をしてた。239円。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょっとちっちゃい時から何かゲームで勝つ方法を探す過程が多分好きだったんですよ。それ攻略魂だね。だ、最初からバケやったとは考えにくいです。どんな仕組みだよ。336ゲームバケ。あー、なるほど。ちょっと演出いじっちゃおうかなと思います。フリーズちょっと多めに欲しいなと思いますので、BB 成立時は4分の1で、レギュラー成立時はこうじゃあ32分の1ぐらいにしておきます。あ、マジシャンみたいなやつ、強い方。もう、あ、バカ野郎。いや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 、中田さん自信持ってください。白7滑ってきます。ビタ止まりました。7回目です。ちょっと、そういう作戦か貴様は。でも
先輩マシっていうのよく見てください。18ゲーム。すごい、いい出目。おお、よし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 、ナイス。ああ、よしよしよし、いいところで引きましたね。ビッグボーナスで願いたいよ。あ、リプレイじゃない、タクファーレインボー増えてる。押し順ナビ出んだ。ドーン、よし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 。なんつった今、マッピーマッピーマッピージローさんすいません。はい、14ゲーム。はい、パンサーチャンス中に引けました。これ起爆剤になってほしいですね。十分なりうる、あれじゃないですか、まあ、王道ルートですよね。そうですよね。ビタ押し、下手くそは下手くそなりにビタ押しやるのが面白い台ですから、はい、こんだけ引けないとしんどくなってきます。そうですね、ビタ押ししたくて打ってんのに、はい、引けないんじゃな。そうなんだ、あんま増えなかった。バウンドストップなしでいいの。合計86ゲーム。この間によろしくボーナス。大きく入れてます。30パスイカ。ウェイ、すごい、やった。あんまり始めてきましたよね。これがうまく噛み合ってくるとおもろいっすよね。あ、またスイカ。これか。今日打つ前に乗り打ちにしますかっていう提案が、どうしますかっていうね、ジローちゃんに聞かれたんですけど、出玉合わせて交換しますんでね、乗りぐっちゃったら悪いなと思ってさ、はい、あのそれぞれでいいですよって言ったんですけど、はい、乗り打ちにしてなかったな、嫌な人。なんかすげえご機嫌。38ゲーム。もう有力感終わるまでちょっと続けてみたい。有力感あるの？あります。456ゲームで終わるパターンもありますし、この場合はまあ死ごろですよっていうことらしいんですけど、まあ、死ごろが別に偉い台じゃないんで、すげえな。含まれるとなると1456の台ですから。今回すげえな、前ゲーム来てんぞ。あ、俺さ、12の11とかが今多かったの、はい、ちょっと早く押したの。ダメだ、あれ逆？12の11は遅いですか？あ、遅いの？はい、数字が大きければ遅いの。ああ、そうか、勘違い、ごめんなさい。わざと。あ、フリーズ。これがね、このフリーズをぜひとも一度見てほしかったんです、皆様に。いいプチュンですよ、本当。いいプチュンなんですよ、うん、やっぱプチューンしたんでビッグの方が多いはず。ああ、振り分けあれね、カスタマイズのね、はい、600。あれ馬券の時は32だっけ。何にやったっけな。32分の1とかにしてたと思う。16です。16か。いや、にしてもよ。にしてもですね。引き締めてこうなっちゃう。さあ、27ゲームのパンサーさん、すげえコイン落ちんな。600ゲーム間引けへんかったやつが27ゲーム間で引いてくるっていうのも今のもう無茶難題。さあ、いきましょう。ビタ押しチャンス、パンサーチャンスに来ましたんで、これで AR と突入確定です。でこれ成功すれば確かゲーム数が乗せれるはず。
あぶねー、おい12分の12、あぶねー、でっかっ、これ成功しよう、いやこれはこれは無理やって、えぐいな、先に言われたら押せんかったかもしれんすわ優しさだね、大のね、いやそれはなかなかすごいな、さっきのバンドチャンスのゲーム数を持ってなんで190ゲームくらいで待機スタートです、うん、まあ、ぼちぼち溜まりました、ありがとうございます、あ合計140だったら引けるだろう、ボーナス何でもいいから、僕のこのルートも理想的なルート、うん、レギュラーから、まあ、ボーナス引くことはかなわいませんでしたが、ビタ押しチャンス成功からパンサータイムに突入っていう、しかもゲーム数がなでかいっすもんね、とりあえずまあ2人パンサータイム、おお70ゲームです、いやーなんだっていいんだから、なんだっていいけどいやー、化けついてきてるじゃないですか、ついてくるとかなんですかねこれって合ってんのかな、その言い方さあ22ゲームは乗せー、外れちゃいすいか、ここで重複でもいいよ、ドーン持ってこい、できた、いや、いやよー、メダルが増えない、はい、終わってしまいました、153ゲームで終わっちゃいました、同じレギュラーでも今引くタイミングではなく30ゲーム後、さっきのレギュラー引く30ゲーム後とかに引いてりゃパンサーチャンス2だったらタイムのゲーム数が50乗りますから、レギュラーの各地爆上がりというか、本当はピンポイントピンポイントで何のボーナスでも引けたら嬉しいっていう状況ではありますけど、ここでこれっていう、もうチャンス中に引けるかどうかがすごい大事な台なんでね、次のカーつなげちまいなよ、いいですか、あお、上手、うわまだおおあお、これでボーナス、ここ、あまだです、何択か分かんないですけど、なんか引き使うべきところでもないような気がするけど、そうっすね、とっとと終わって、うわ外れちゃい、外れちゃい、うー、おお、でっかく揺れてる、 10% リプレイ以外ならあら来てんじゃねえの、リプレイ以外なら来てねえか、あーさすがに入ってる、本当っすよね、確かに当たってそう、これ114枚、レギュラー3月はちょっとな、こんだけ消化したんですけどね、250ゲームぐらい、これで終了です、8回目182ゲームレギュラーボーナス、おい92ゲームです、あー下手メダル繋がった、水上げてるんでしたっけ、あーそうだ、ちょっと極端な感じでいっちゃうよ、はい、おい、うわあ本当だ、いいっすよね、レール主導時ですね、いいですよね、ベベベベベパー、いいです、いいです、ビッグだろう、ビッグなんだろう、ね、あれか、子役チョークもあるかもしれないから、はい、ちょっと左普通に押してみるわ、なるほど、あないね、ブイ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 、告知も早いわ、111ゲームもしかして重複 100% 見抜けるってこと、そうだと思う、 100% ではない、むしろ
13ゲーム156ゲーム おめでとうございます。負けか。ああ終わっちゃうなこれ。なかなか難しいですね。なんか別にカメラの前です。うお、すげえ長かった今。すごい。うっうってあれ117ゲーム。あらビッグの方が多いはずなんだけどな。あら今日その味覚用を見ますね。見ますね。9回目のバケです。あ、子役チョーク見るの忘れた。バウンドした。お、もうタイム、直タイム。あ、直タイムなんですか。うん、ラッキー。直タイムはでかいっすね。でここにあったチャレンジのゲーム数のタイムに変わるんだね、はい、そうですそうです。途中でボーナスついたりも一緒です。お得。負けでもあのビタ押せが出るといいね。救済的な、うんうん、ありがとうございます。おい、おーすごい。タイム中に一応じゃあリーチ目単独ですかね。おお、初めてじゃない。初めてじゃない。28ゲーム青七ビッグでございます。山下結構跳ね返るからマジで笑ってっけど山沙連っていうのがあるの。いやちょっとじゃあ、はい、反論意見提出させていただいてもいいですか。山沙の騎士と一括りにされますが、はい、作ってるもん全く別なパターン多いじゃないですか。そうですね、例えばあのパルサーとかでも、こっちの開発チームが作ったり、こっちの開発チームが作ったり、秘伝のスパイスがあるんですよ。なんかエロいよ、カーテンの向こうエロい。確かに、もうピンクだったかな。こんな色じゃなかった気がするけど。80%紫。紫って何ですか、子役。いやもうリーチ目です多分。いやわかんないです。ないですね。L100%。なるほど。L100%。楽しくなってきてよ。そらおもろいっすよ。あ、32ゲーム。ナイス。おお。白7。お？スイク外れました。おお。310ゲーム。いや。もう抗おう、一回抗ってみよう。ああセーフセーフセーフ。あすごい、これはちょっと見ちゃおうか な, な珍しいんで見ちゃいます。珍しい、初めて。ナイスリプレイ。ウィーン、あれ引っ張るね随分。わあ、312。はい。よし。また27本。ちょっと勝ちは絶望的になってきたかもしれないです。僕。いやー難しいだろうな。俺結構調子いい方向で、はい、多分今600枚ぐらいかな。700、600、600ぐらいか。あ、引きまくってますねボーナス。もうあれだよ、山サレンだよこれ。ほら、バケちょっと跳ね返りじゃない方の山サレン引いてんじゃないですか。ああ
単に高設定っぽい気がする。確かに34ゲームバケ、これは箱に移しちゃうよもう。え、今日は城気づいてくれないんですか。だ無理にはやってみる。いやいや無理には大丈夫です、本当に大丈夫です。いや俺ちょっと今火ついて中竹さんからしたら長いパンサータイムかもしれないですけど、はい、僕からしたら全然ないんですから楽しませてくださいよいいよ楽しんで。終わりましたよあと1回2回ボーナスつなげてえけどな、これな見たいです。やっぱ1000枚届くの見たいっすね。あそうね、一撃1000枚ぐらい出ることがそこそこの頻度であってほしい。あ今の怪しいな、うん、なんかちょっと敵におっしゃいましたけど、リプレイ。あやっぱ当たってました、ね、入った入った。195ゲームマジシャン、あーしゃおい、5回目のビッグボーナス。ここちょっと一回止めよう。ここおー来た、ボーナス。レバー叩いたらここチャンスが黄色くなって、はい、ま、回んね回んね。演出出るパターンあるんですね。出てた出てた。もしかしてあでもまあ単独の方が多いから何とか言えないんですけど、うん、成立した状態で揃えられるタイミングでしか告知しないのかもな。ですかね。子役重複引いたとしても、はい、そのゲームでは普通に子役が揃って、はい、次でフリーズかもしれっていう可能性もなくはないかもね。ただまあ単独やったらそのゲームで出てることもあるから、うんうん、結局重複か否かわからない説、うん、じゃあもうフリーズしたら直で狙った方がお得だな。ですかね多分。ただちょっと今回はフリーズしたら、はい、そのゲームは子役狙ってみる。はい、うん、助かります。で1回も子役が重複っぽいのがなかったら、はい、お初めての赤縄じゃない。81ゲーム赤縄。僕行きます。はいよ。1.1 行きます。奇跡の禁断の。はい。お、ん？今までで一番熱い音を聞いた気がします。で 1.1 あレギュラーやったらそうか。1.1 にしてねえわ。お、ぐるぐる、ハチマキ。ラクちゃんがいる。あれラクちゃんっていうの？虹川ラクちゃん。何のやつ？山さんの YouTuber みたいな。これは OK？ 虹川ラクちゃんは設定さないのかな？プレミアムなだけ？いいことありそうだね。大丈夫かよ。閉店まで喋り続けんじゃねえだろ。結果でもまあないんかな。まあ、情報がねそんなにできてないからね。へこたれずに続けていれば。持ちメダルでつながりました。よし。すごい音。しかも最後ゼロ。これはこれでもどうなるんですか。どっちだどっちだ。最後の1ゲームってことか。何せ当たってる方がいいぞ。はい当たってよ。あ最悪。あずっとさ、はい、ゾーン入ってたでしょ、はい、すげえ邪魔されたなあれでな。ほんとこぼす気しねえと思ってたんですけどね。
確かにちょっと途中こぼす気しねえなと思ってましたもん、うんうん、俺もおっ、はい、調子いいねとか言うとここでちょっとなんかテンポ狂うかなとか目押し下手すぎて気使わしてんじゃないですかいやいやいや調子いい時はやっぱ水ささない方がいいなって思うんですよまあまあまあちょっとぼちぼちまとまった枚数いただきました。お、来たー、おい、やっとだー、久しぶりのタイム。青だな。ジロちゃんこっから1000枚ぐらい出さないと、はい、マイナス1000枚。そうっすね、1000枚じゃちょっと足りない、うん、足んない。ビッグ回数一緒なわけですよ。で、勝ってる中竹さんがやっぱ、うん、いいタイミングでいいもん引けてるっていう、うん、エコな割に。あと最初の化けで続いたやつだな、あれでかいっすよね、うん、過去最高に。あれノーミスだったんじゃない。あーでもノーミスだったかもしれんす。おお、さらっといやいやいや、ノーミスだったかもしれんすおお、158ゲーム。おお、今はあれでした、おう、レバーオンでフリーズしました。おお、いろんなパターンがあるんだな。あるんすね。おお、よし、つながりました。おい、負けかな。ああ、336ゲーム負け。今650ぐらい持ってて、投資が6000、はい、300、400ぐらいですかね。なるほど。僕が多分700、800枚負けなんですよ。あらららら。なんで合わせると、うん、マイナスですね。マイナス500枚ぐらいですか。500枚ぐらい、うん、あとそんだけ出せばもしかしたら、ね、プレゼントに届くかもしれません。そっか、忘れてた、ごめんなさい。そうなんですよ。そうだよ、プレゼントを差し上げたい。ビタ押しちゃうんですね。ってことはもうこれタイムまでは戻ると。うん、50とかでしょきっと。ここ、うん、あー、待ったー、ここだけは大事。危なかったー。あー、でも10、10、274枚では。中竹さん、はい、まもなくお時間が。そうですね、というところで本日の実戦はこの辺りで終了でございます。お疲れ様でした。実戦終了。いやー、まあ、大激闘の末。はい、激闘でした、マジで。そうっすね、はい、ちょっとお先に結果の方を発表したいと思います、はい、僕がですね、投資27本なんで1242枚で、回収がすみません500枚ぐらいなんで、マイナス700枚でした。で、私が、はい、投資が6000円、はい、276枚ですね。で、獲得が528枚、はい、で、528枚流したんで、プラスの252枚。おー、素晴らしい。一応勝ちました。2人合わせてマイナス、はい、マイナス300枚400枚ぐらいということで、はい、ただ、まあ、僕の場合ですね、その、まあ、もちろん見倒しが 100% じゃなかったという部分もありますけど、はいはい、まあ、ボーナスがビッグが僕351分の1、レギュラーが468分の1で、もうどっちも1の数字に足りてませんよと。私すごいっすよ、ビッグ304分の1。304、はい、これって304は1より悪いです。1で278なんで、じゃあビッグはちょっと引き負け、はい、だけど化けは193分の1。193ぶっちぎってますね。すごいっすね。引きで引けるんだったらビッグがいいっすね、はい、やっぱね。でも、うん、なんかその、いやもちろんそうなんですけど、レギュラーも数引くことによって、うん、タイムまでいけるじゃないですか。そうですね。それ結構
大事だなと思いましたね。去年11回中3回、はい、かな、あの狙えんなって、はい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 、でタイムいきました、ね、そしてなんとあの、はい、今日僕ビタ押しチャンスちょうど100回やりました、うん、おすごい、ね、成功率 76% ということですいませんでした。中崎さんどれぐらいだったんですか。私がビタ押し回数、はい、ビタ押しチャンス71回、はい、少ないってことは、はい、あいいんじゃないの、うん、設定高設定の方が少ないって言ってなかった。でビッグ少ないじゃないですか。ビッグ少ないけど1回少ないだけじゃなかった。ジロちゃん俺7回あ1回差1回差で29回もビタ押しチャンス差が出ちゃった。やっぱ良かったんじゃない俺のね。でもまあそこまで大きな差もないのでちょっと寄り道線取ってくださいよ、すみません。で71回で成功が70回、はい、くっそーすごい1回ミスって、98.5% でございました成功。いやすごいっすね。やっぱり寝ぼけててもそんぐらいできちゃう。まあ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 、左目赤かろうが、そうそう、赤眼だろうが何だろうが独眼竜正宗、はい、ビッグマス打ってみていかがでしたでしょうか。これ何もない時にフラッと打ってみたいなって気になりました、ね、はい、はい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 、ナチュラルに打ってみたい。なるほど。ジローさんはジローさんはまあ、なんかその今までたくさんそういうビタ押ししたら何パー超えますとかいう機会って多かったじゃないですか、はい、でそれのこう改良されたバージョンレギュラー引いたとしても、まあ、RT は行きますよとか、うん、で RT からなんかそのボーナス引かないと上がらないだけじゃなくて、うん、まあ、ビタ押しチャンス来るだけ で、うん、で RT には行きますよだとか、うん、そう改良された要素がたくさんありますの です、ね、で、まあ、間違いなく遊びやすくはなってますから 50% 見倒し成功率 50% でも、まあ、設定値で 100% を超えるってことなんで、まあ、僕ぐらいでも打っても大丈夫なんだなと思ってここから見倒しまし、ちょっとだけ始めようかなと思います。それが、はい、皆さんにもやってほしい。そうですね、自信がいまいちないって人にもそんな感じで、いい意味でマニアックなところは少ない、はい、ああそうですね、マニア集まっちゃうとやっぱ、はい、リギナー入りづらくなっちゃう。入りづらくなりますよ、うん、まあ、お前こんなことも知らんのかってやっぱ言われちゃうからね。もう世界で一番嫌いです。世界で一番嫌いな言葉がこんなことも知らんのかとこれジュースみたいやから飲んでみ、この2つほんまに嫌いなんで酒な、はい、なんで皆さんもぜひとも一度、はい、フラッとピンクパンサー遊んでみられたらなと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。また次回の新大喜利でお会いしましょう。次は勝ちたいと思います。ありがとうございました。さよなら。